青コーナーより松田亮太選手入場です。そう、このテーマ曲でした。フェザー級サバイバートーナメントを制し、その後大石雅宏からベルトを奪い、フェザー級の頂点に立ったのは2003年の夏、松根亮太21歳でした。今その姿が JCB ホールに浮かび上がります。左の側頭部にはザ・鶴屋ひろしエンターテインメント。しかし度重なる怪我に泣かされ続け、半ば引退状態、セコンドの彼の姿しか見られませんでした。しかし今日はその手にはバケツもミネラルウォーターもタオルもありません。3年7ヶ月ぶりの選手、松根亮太28歳です。3年7ヶ月ぶりグローブをはめた松根亮太。急遽ゲスト解説として戦いを終えたばかりの僕コーテス選手にお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。僕選手、こう会場がまたちょっと独特になりましたね。空気がそうですね。楽しみですですね。さあ第1ラウンドのゴングが鳴らされました。佐藤ルミナ対松根亮太、三次さん、はい、まずこのカードが誰も想像しなかったと思います。想像しなかった。こんなマッチメイクがあったのかと思いましたからね、発表された時にね。
インドールに対して右オーバーハンドを放っていったのが松根です。フェイントを見せます。ボク選手も多分もちろんこの2人が対戦っていうのは想像なかったですね。そうですね、全くもって、動きがない。ルミナが、一木さんこう取材もされてましたが、はい、ルミナ選手が行き過ぎないようにっていうのは言ってましたね、自分で。そうですね、言ってましたね。そこだからなんていうのかな、自分のまあ、あとだから何戦って決めてるんでしょうね、あと 何戦ぐらいっていうのをね、その中でやっぱり自分の戦い方っていうのを見つけたいって言ってましたね。今ボク選手右のハイキック出してきました。そうですね、ちょっと入ったっすね、いやー右こうフック捉えます。もう松根選手は完璧、あの待ちっすね、なるほど、カウンター狙って、うん、まあ、いわゆるルミナ選手がこう自分からこう行き過ぎてしまわないか、まあ、そこも考えているということでしょうかね。そうですね。ボク選手でもルミナ選手がおっしゃったのが、いやもうお客さんが盛り上がると俺行っちゃうかもなってやっぱり言ってましたが、それ分かりますか。絶対行くと思うんですけどね、途中から、はい、こんだけ待たれるとちょっと嫌かもしれないですね、ルミナの方もね。あのちょっとこうお尻見せたりとか、あれも多分そういうことなんですよね、はい、いやもう一つの落ち着いてますね、ルミナね。ボク選手でも松根選手の3年7ヶ月のブランクっていうのはこう想像できますか。やっぱあの逆にブランク長いとモチベーションが高かったりもするんですよね、だからどう出るかっていうね、うん、おお、立ち上がりではないか。藤井さん、ここまでの戦いとまたリズム感が全然違います。違いますね。ハイキックまた来た。空気も違うんですよね、なんかね。あの松根待ってましたっていうお客さんがいるのもやっぱ伝わってきましたね。伝わってきましたね、本当にね。あのテーマ曲になるとそうそうこれこれっていうのが、はい、そうですね。相手を反応させてから、そんな声が聞こえてきます。フェイントがあるが、もうこれボク選手どっしり構えて動かないですね、そこは。そうですね、あ、そうですね。おー、パーが来る、ちょっと入った、やばいやばい、うん、まさに待ち、その後ラッシュが爆発する。ルミナ前蹴りのフェイント、左に捉えたぞ松根。どうですかボク選手、今入りましたね。入ったですね。松根選手はあの重心移動がうまいですね。あ、重心移動、なるほど。だからセーフティーなところで打ってますよね、思い切って。一木さん、こう、はい、会見の時も経験値で補える部分は絶対にあるはずだっていうことも言ってましたよね。そうですね、過去今までのという、はい、あの、はい、松根選手が、はい、だからその本人でも昨日言ってたんですけど、はい、その3年7ヶ月のブランクっていうのは試合が終わった後に感じるんじゃないですかって言ってましたね、松根はね。ルミナさんも動きいいっすね、うん、大左ジャブ捉えたルミナ。おお、ハイキックまた来ます。ボク選手なんとか出してきてますね、あれ。そうっすね、この前蹴りがいいぞ、いわゆるこう空手のような三日月、今流行りの。そうですね。こう内臓をえぐっていくようなまっすぐの蹴り。うん、左フック右につなげた。フェイント右でくる。ルミナも反応いいですね。そうですね、はい、こういろんなこう動きフェイント見せるんですが、松根はなかなか乗ってこない。そうですね、この待たれてるの嫌だと思うんだよな。左前蹴りこれですね、2ついいですね。おー、さあ止まった。どうだ、表情は変わらないが、あ、足をすくっていく、なるほど。アッパーから来ます、右のフックに下げたエルボでしっかりガード、右ガード上げながら左ジャブ。ちょっとボク選手これ目離せないですね。そうですね、右のフックパワフルだ。アッパーから来る、しかしリーチの差は歴然。もともとは2階級違う2人です。緊張感あるな。ありますね、ね。第1ラウンド終了です。